久保さん今回山にしましょうか山最近ねこれでちょっと頭皮マッサージをしてるんですけどまあ頭ってねあのめちゃめちゃいろんな血管があって、まあ、気持ちいいですよこれこれはちょっと生えてくるんじゃないかなと思うんですけど頑張りますでまあ今回山なんですけど千里の道も一歩みたいなまあ大きいね山頂ヒマラヤとかね 富士山とかありますけど、あの、僕がね、富士山に登ってね、あのー、なんだ、あのー、忘れないエピソードがあるんですけど、富士山に僕2、3回登ったことあるんですね、親父と。で、なんか3回目か2回目の時に、あのー、親父もう俺下山するわっ、つってね、まあ早、なんかもうなんか余裕だぜ、みたいな。で、下山したんですけど、下山の場所を間違えて、で、行けるだろうと思ってずーっと行ってったんですよ。でそしたら気づいたらなんか山林について、 山林の中をね、ずっと歩いてるんですよ。これ、これやばいなと。誰もいないですよね。これどうするみたいな。で、日が落ちてきたんですよ。やばいっつって、まあ、とにかく山林をずっと降りてって、降りてって降りてって、それでもやべえみたいな。で、ようやく道路見えて、ああ、道路だ。でも、道路も何も走ってないですね。で、ずっと降りてったら、交番があってで、交番に駆け込んで、 でパンをね食パンを何回かな 3, 3枚ぐらいねこれしかないから直営っ食つってで食ってで静岡県警に、まあ、交番から静岡県警に行って静岡県警であのもう腹減っただろうつってカップラーメン食うかっつってカップラーメン食ってね <laughs> カップラーメンもらいましたねで深夜ね親父とやっと合流してあのなんとかあの発見されたんですけど <laughs> まあ山ってね実は登るのが大変だと思うじゃないですかだけど これね下山間違えるとね登り方じゃなくて下り方間違えるとかなり痛い目に遭うっていうねこれ人生の経験なんですけど多くの人はどう登るかって考えるじゃないですかでも登るって何だろうな登れるんですよ登れるんですね <laughs> 登れるんだけど降りるって降り方間違えると違うとこ降りちゃうんで全然違うとこ行くんですよ本当に全然違うとこ行くんですようんなんかこっから登って まあまあまあ、なんだろうな、なんかどう伝えていいかわかんないですけど、まあ、降り方大事だよって話なんですけど、登り方より降り方っていうね、昔ね、あの、ドリームっていうね、ああ野球の本があったんです、アニメのでそ。で、それでトレーニング方法がねあのそ、その主人公が階段をね、下ってるんですよ。で、それをトレーニング方法を見た人が言うわけですよ。なんで階段降りてんの一生懸命みたいな。 階段を降りる方が全体重がこうかかるから実は階段を降りるっていうのが実は足腰のトレーニングになるんだと上るよりみたいなねそうなのかみたいなねそのストーリーがあるんですけど結構ね下り方って大事だと思いますねそう降り方だから人生をどう降りるのかどう終わりを終えるのかっていう人生の終え方ですね人生の 人生の生き方より終え方、人生をどう終えていくかっていう。なんかあの、えっ、ー、となんだっけな、あの、加藤茶さん。加藤茶さんがね、もう年、御年、もうね、志村健さん先に行っちゃいましたけど、加藤さんも結構年でね、で、なんかあの、なんかゆい、なんかあの、なんか CM 出てましたね、前。なんかその遺言、な,な,なんとかノートみたいな。 なんとかノートみたいな。なんかその死ぬ前に書き留めるノートみたいな。で、なんかそのお葬式みたいな。なんかその CM 出てたんですけど。うん。だからやっぱね、なんだろうな。登り方より降り方大事だなと思いますね。うん。なんか登るって、例えば年齢で言うならば自動的に登ってるじゃないですか。まあその山の登りと年齢をこのイコールにする場合、別に ななんだろう鼻くそ欲しくってでも別に何もしなくても年って取るじゃないですか,だかつまり人生の年齢を重ねるって何も別になんかいじなも勝手に年取っていくんで分かりますだから勝手にあのね年齢が上がっていくわけじゃないですかうんだから逆に言うとどう死んでいくかっていうここをいつ考えるのかっていう だこれをね例えば80歳になった時にあ俺もうちょっとで死ぬなって考えるのか20代から死を意識してどう,やどういう人生を終えたいのかな何をやって死にたいのかなと何を成し遂げて俺は死んでいくのかなとかそれを考えた時に多分人生の設計だったりとか人生のやるべきことだったりとか挑戦するべきこと多分結構出やすいと思うんですね。 まあ僕はなんだ、20代の時はそれなかったんだけども、30、ちょうど鹿児島で独立する時ですね、すごく考えましたね。うん、このまま東京にいていいのか、それとも鹿児島一人で行くかっていうで。それすごく考えた時に、死ぬ前に、あと何回挑戦できるのかなと。 だか死ですよね折り方っていうか死を意識したというか死ぬ前に挑戦できる区間ってここでもし行かなかったらさまあ30確か4だったかな4か3ぐらいだったと思うんですけどその,の独立するか鹿児島行くか東京残るかうんでも考えた時にもうここしかないなと思って飛び込んだしでもそれが飛び込めた理由はそれを考えたからですね 人生をどう終わらせるかどう終わっていくのかを考えた時にもう残りないぞと思ってここでなんか挑戦しないと多分もうないなっていう僕は思いましたねでその結果今に至って今本当にあの時決断してよかったなとね心の奥底の底そこの底,そこの底,の底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 のあの井戸からそう訴えますけどね あの時決断してなかったらこのやりとりも、ね、一緒なかっただろうし本当よかったですねあの時決断してんもし決断してなかったらマジ今のないなと思いますねはい行ってらっしゃい